にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の17課33番目のビデオ、単語の124番からです。で、今日やる単語は一定ですね。そして実施するをがついていますね。これは他動詞ですね。それから唐突な形容詞です。唐突な。そして何々に戸惑う、あ、これはね、人が戸惑うですね。自動詞です。何々が戸惑う、ね、戸惑いますね。グループ1位ですね。他動詞です。あ、ごめんなさい、自動詞ですね。何々が戸惑いますです。なので一定、実施、唐突、戸惑う、この4つですね。動詞が2つ、な形容詞1つ。それから一定は、まあ、名詞ですね。そうですね、名詞になります。ではね、やっていきましょう。まずですね、あ、そうだ、簡単に教科書を紹介させてください。あの、今回のこのビデオはですね、JLPT の N2 くらいのレベルになっています。ただ単語だけですから、N1 から N3 ぐらいまでのレベルの人、どなたでも、あの、多分参考にね、見ていただけると思います。で、使っている教科書は、みんなの日本語、大河でヤップンユー。で、みんなの日本語の、台湾バージョン中級の3です。日本バージョンは、の中級の、中級のここね、これがね2になっていますけど、あの、同じ17課ですので安心してください。ではですね、やっていきましょう。今回は、昨日もね話しましたけど、長文読解ですね。この暦というタイトルの長文読解のための単語ですね。このあたりから2ページ目のね単語ですねをやっていきます。で、少しだけ硬い内容、少しフォーマルなね、あの、内容の文章なので、ちょっと単語も少しだけフォーマルな単語になっています。なのでやっていきましょう。まず一定ですね。一というのはもちろん一つのですね。定はね、決定、決まっているとか、その、あの、同じとかいう意味で使っていきます。なので一定の同じ意味の言葉、不変ですね。変わりません。不変の。それか安定的な、な形容詞ね。あと決まっている、で、同じという意味になります。例えば室を、室って、あの、教室、会議室の室ですよね。で、室温、温は温度です。そう、室温、部屋の温度ですね。室温を一定にします。例えばと、エアコンを使ったり、ヒーターを使って、多分一年中、皆さんの会社のね、室温は同じ温度ですよね。そうですね。香港だと、なんか一定にすると言っても、なんかすごく寒くて、設定温度16度とかも時々ありますけどね。日本だと設定温度は 25.5 度ですね。で、一定にします。それから、一定の速度で歩きます。で、一定の速度、速度はスピードですよね。スードゥね。スピードね。で、同じの意味で、同じ速度で歩きます。だから、速くなったり、遅くなったりじゃなくて、ずっと同じ。1、2、1、2、1、2って感じでね。一定の速度で歩きますですね。それからね、一定に保つ。この保つはキープの意味ですね。バオチューダバオね。で、何々に保つので、一定に保つでキープの意味でよく使います。なんか何を一定に保つ、例えば体重とか、あの、ボディウェイトね、体重とか、例えば勉強の量とか。なんか毎日ね、毎日30分。うん、私の意見ではね、ちょっと30分は少し短いので、できれば毎日1時間。ただ、あの、1時間といっても、机でね、こうやって1時間やるのかなり大変ですよね。なので皆さん工夫して、例えば、歩いている時とか、歩いている時10分歩いたら、10分、例えばこの YouTube を10分、ラジオみたいに聞く、あ、もう10分とか。例えば、そうですね、シャワーをしている時間、シャワーの時にずっと日本語で話すとね、例えば今私は何をしてますか、髪の毛を洗っていますよね。で、例えば何で洗ってるんですかって言ったら、あ、なんか、あの、お気に入りの、大好きなね、いつも使っているお気に入りのシャンプーで髪の毛洗ってますとか、
なんかで今度じゃシャンプー考えたら、このシャンプーいつ買ったんだったっけ、ああこれは確か1ヶ月前にどこで買ったんだったって言って、ああそこの、ドラッグストアで買ったよねというか、自分の中でこう多分マサミだったらね、マサミ A とマサミ B が頭の中にいて、でこう2人が会話する感じですね。それでも例えばシャンプーを10分15分やってたら、そのシャワーの時間ねに、例えばじゃあこれで20分30分日本語で考えてたら、これでもう30分10分勉強したというふうにカウントしていくという感じで、なんか日本語タイムを作ったらいいかなと思います。ターゲットは1日1時間ですね。そうですね。ではね、次が、もちろん、ね、例えば日本語の歌を歌ったりとか、日本の漫画を読んだりとか、それも日本語の勉強にカウントしていいと思います。それでできるだけ毎日1時間ですね、日本語の時間を作ったらいいんじゃないかなと思います。頑張ってみてください。勉強時間を一定に保つんですね。毎日何時間、1週間に何時間、1ヶ月に何時間って自分で計算して、ああって毎日1時間やれば、じゃあ1ヶ月で30時間になりますよね。ではね、次行きましょう。実施するですね。実施というのはですね、実は実際にですね、実際にってどこにも書いてない、ね、実際に本当にですね。で、これね、施すって読むんですけど、ここでは行うという意味で使います。この行うですね。で、施行するとも言うんですけど、実施するです。する、すごく簡単な言葉だとする、行うですね。それから実行する、実践するですね。これが同じような意味の言葉になっています。じゃあ何を実施するか。例えばですね、イベントね、イベントを実施しますとか、面接インタビューね、面接を実施しますとか、検査チェックだよね、検査を実施します。あと研修会ね、こう、何これ、トレーニングみたいなね、トレーニング。で、研修会を実施します。つまり、その行います、しますの、もっとフォーマルな言い方だと思ってください。次ですね、126番、唐突なですね。唐はね、これもともと中国の意味なんですけど、ここは多分特にちょっと中国の意味はないですね。はい、あまり考えなくていいと思います。で、突は突然の突です。ですから意味同じです。突然ですね。で、な形容詞、唐突な何々、または唐突に何々する、副詞ね、副詞にもできます。同じ意味の言葉は今言ったように突然、あと急なですね。この中では急なが一番カジュアルですね。で、突然はね、少しね、なんていうかな、びっくりするぐらい急な時に使うんですね。だから日常会話ではそんなに使いません。多分急に、急なの方がよく使います。それから、にわかな。にわかなっていうと少し、なんだ、フォーマルというか文学的というかね、比较文学のね、にわか。それから出し抜けにですね、出し抜けっていうのは突然と同じような言葉で、もともと日本語の言葉ですよね。突然ってもともと中国からね、来てるからね。出し抜けにね、急にですね。あとね、不意にですね。不意なとかね。こういう言葉も同じです。例えば、例文いきます。唐突な質問に当惑したですね。唐突な質問、急に質問されたんですね。例えば、なんか、例えば 私の授業でもあるんですけど、大学とか会社の、例えば研修ですね、日本語の研修で、私が説明しているときに、なんかみんながちょっとなんか疲れた感じだったりとか、集中してないときに、私は唐突な質問しますね。はい、何々さんってね、急に、はい、何々さん、これについてどう思いますか？ちょっと、当惑、ちょっとびっくりして、どうしていいかわかんない、ちょっとパニックな感じで、すいません、先生、もう一回質問言ってください、みたいな。私は、悪い先生ですけど、そういうことしたりしますね。まあ、私の授業は、あまり講義、レクチャーじゃなくて、会話の授業が多いね。だいたいずっと話してるので、眠くなったりとか集中できないってことはめったにないんですけどね。たまにね、説明が長いとね、そうですね、なんか唐突な質問してみんなを起こします。それから、これ、ね、この発言は唐突だったですね。例えば、誰かが関係のないこと、ね、全然関係のないことを突然言うときね、その発言でね、その意見でね、話をしますよね。何か意見を言ったことをね、発言と言います。
発言は唐突だった、すごく急でした、ね、なんかみんなで何か例えば商品について相談してる時に社長がですね急に例えば予算の話、バジェットの話を急にしたりとかですね、社長のあの発言は唐突でみんなびっくりした、ね、そういう時唐突でした。唐突っていうのは突然でみんなをびっくりさせるようなものに形容する、びっくりさせるようなものを形容する時に使いますですね。次ですね、次はね戸惑うですね、自動詞です。で戸惑うというのはさっきの、どこだ、あ、当枠ですね。当枠と戸惑う、ワクワク同じですよね。基本的には同じ意味です。戸惑う、困惑する、あと対応に困るですね。対応ってこうリアクションに困る、どうしていいかわからないとかですね。それからオロオロする、オロオロはね擬態語だよね。オロこんな感じです。オロオロします。あ、どうしよう、困ったな、あ、困った、どうしようどうしようね。あの感じがオロオロするですね、はい、私は結構オロオロすることが多いですね、はい、なんか生徒さんから急に予想していない質問が来るとなんか時々ちょっと待って、ちょっとオロオロ、ちょっとググっていいですかってググって調べたりします。特に日本のなんか伝統的なものとか、私が苦手なのはねなんか魚の名前とか、先生ってお寿司でこんな美味しいお魚食べたんですけどこれ何ですかとか、わからないとかありますね、はい、日本語教師でも日本人でもね、なんか日本語のことなのにわからないこと結構あります。あと例えばなんか病気の名前とかもわからないものですね。私が健康で全然病気のことに興味ないからだと思います。でね、次行きましょう。127番ですね。あ、違う。こっち。もう一個下ね、見てください。ちょっと字が小さくなってごめんなさいね。文化の違いに戸惑うですね。例えば、皆さんがね、突然、日本に留学したときに、ホームステイしたときに、なんか日本の例えばね、トイレの使い方とかお風呂、特にお風呂の入り方は日本と香港では全然違います。だからちょっと戸惑うんですね。何に戸惑うかというとね、日本ではお風呂にお湯を入れたら、一回お湯を入れたらその日は家族みんなが同じお湯に入ります。だからプールみたいなイメージですね。なので汚いって思う人もいるのかな。でもちょっと考えてね、例えば学校のプールとか今日だけじゃなくて多分ワンシーズンずっと水が同じ水だよね。なのであれに比べたらずっと綺麗でしょ。で、ね、あと自分の家族だけなのでそんなに日本の人は汚いとか思ってないと思いますね。ただもしねお風呂の中で体をこうやってこすったらダメでしょ、汚いよね。なので日本の人はうちのお風呂に入るときお湯の中で体をこうやってねこすったり洗ったり絶対しません。入るだけ静かにこう入って、で暖かくなったら外に出て、外でこうやって体とかシャンプーとかしたりします。例えば髪の毛とかもお風呂のお湯の中に入れないようにするようにしてます。ではね、続きいきましょう。戸惑いの表情を浮かべるですね。これね、表情を浮かべるがセットなんですけど、で戸惑いの表情なので、戸惑い、ここでは名詞ですね。で戸惑い、なんかちょっとやってみましょう。戸惑いの表情ね、こんな感じかな、分かりませんとか、それからこういう感じかな、あとどうしようという感じですかね。こんな感じの顔です。困った顔ですね、はい、こんな感じです。はい、以上です。今日は言って実施する、唐突な、戸惑う、この4つをやってきました。いかがでしたか。だいたい分かりましたか。でこれすごく短く簡単に説明しているので、これだけだと足りないと思いますから、必ずですね、中級になってきたら皆さん単語は、すごく簡単な単語はもう調べなくていいですけど、できれば特に動詞ですね、実施するとか戸惑う、あとね形容詞あたりもできれば自分でググったり、辞書ですね、辞書を調べて例文、自分でも例文確認して、もっとたくさんあるのでメモしておいてください。単語は意味が分かっただけではなくて、必ず使うことができるようになるまで、使い方まで必ず確認してくださいね。はい、じゃあ今日ここまでにしましょう。で明日は128からですよね。128からですね、真の狙い
当時支出する、それからあさってですね、あさっては閉める非、人件費、財政難ですね、このあたりをやりたいと思います。じゃあよかったら下のね、サブスクライブのとか登録と、それから高評価ライクですね、してくれると私はとっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。また明日も一緒に勉強しましょうね。ここまでお疲れ様でした。勉強頑張ってね。じゃあね、バイバイ、バイ。